日米修航通商条約による開港後港の一つである新潟港。手前の建物は新潟市歴史博物館に新潟市は新潟県の北東部に位置する市。新潟県の県庁所在地で政令指定都市である。人口は約78.5万人。本州日本海側唯一の政令指定都市であり、広大な荷重地面積を持つ。 大規模農業の改革拠点として国家戦略特区に指定されている。新潟の表記については、新潟県、片の字についてを参照。品野川河口に位置する新潟市街砂岩側が近世からの市街地で、新潟駅のある対岸側は旧塗ったり町や旧鳥屋の村の区域。時メッセより新潟島を望む。 1889年4月1日の姿勢によって設置された市のうちの一つ。市の中心部にあたる品野川河口部には古くから港が開かれ、品野川、阿賀野川水系の河川交通と海上交通のネットワークが交わる結節点として機能していたほか、幕末の日米修交通商条約開口5項の一つとなった。現在でも、 水陸の交通の要衝である。100万人程度の都市圏人口を持ち、地域人口も2005年の広域合併によって81万人を突破したことから、2007年4月1日に、本州日本海側では、初めての政令指定都市に移行した。地域には講述する八行政区が設けられている。旧新潟税関分けに復元された早川堀、 明治時代には30以上の堀が存在したが、そのすべてが昭和30年代までに埋め立てられた。1950年代まで、信濃川左岸の新潟島中心部には堀が張り巡らされ、それに沿って柳が植えられていた。そのため、水のと、竜となどの異名を持つ。また、多数の漫画家を排出していることや、バイパス網が発達していることで知られる。 バンダイバシ、ネクスト21、トキメッセ、デンカビッグスワンスタジアム、新潟日報メディアシップがシンボル的存在となっている。市の名前である、新潟という地名については、英章17年に新潟の表記が歴史記録として残っているものの、地名の由来についての記録は残っていないため、由来については諸説ある。新潟市、新潟市の首相は、 1908年3月4日に制定された。同日に告示された、色章設定の件には、以下の通り記されている。新潟市派五項の一として最もたく4日、ラルルにより、それのう表発すこととせりすなわち、怒り派項の囲碁派五項の有機関派越後の、以上越後の五項を意味し新潟を、表発すものなり。すなわち、港を表す、怒り。 1858年の日米、修好通商条約により指定された、五甲の五、そして、越後の象徴、雪間を組み合わせ、開港五甲の一つである、新潟市を表している。新潟島と日本海新潟の地は、越後平野に位置している。品野川と阿賀野川が、日本海に流れ込む場所で、河川の流域には、低質な平野と数多くの石湖が、 また海岸線に沿って、新潟海岸と新潟砂丘と呼ばれる砂丘が形成されている。郊外には、湿田や石湖を干拓した広大な水田が広がる。一方、現在でも、鳥屋の方や酒田、福島方などの石湖が残されている。このうち酒田については1997年に、ラムサール条約登録湿地となっている。 旧来の市街地が位置する信濃川と関谷分水に囲まれた地域は新潟島と呼ばれており、島となったのは1972年の関谷分水の開通による。冬季に降水量が多くなる日本海側気候であるが、沿岸部は井戸の割に温暖である。冬は海岸近くのため日本海からの北西風が強いが、山地までの距離が遠いため、 つ日た雪の予報でも時折晴れ間が見えることが多い。このため島し部を除く新潟県内でもとも雪が少ない地域で50センチメートル以上の大雪への備えも十分でなく豪雪圏のイメージとは裏腹に交通麻痺が起こることもある。近年では2010年2月5日に81センチメートルの積雪を観測しているが、 中央区の観測所において1メートル以上の積雪は1961年以来半世紀以上にわたってない。ただし中央区や東区など沿岸部の積雪量が少なくても西館区や南区、秋葉区などの内陸部では積雪が多い場合がある。そのため都心部が全く積もっていなくても郊外では雪が積もっているということも珍しくない。 沿岸部の冷え込みは、東京都郊外と比べても厳しくなく、近年氷点下5度以下を記録することは少ない。春から夏にかけては、同意度の東北太平洋側と比べると気温が高く、南高北低の気圧配置になった場合、灰が、越後山脈を越える際に起こる、フェーン現象の影響を受け、高温になることがある。健康方言新潟市を中心とする地域では、 新潟弁が用いられている。新潟市の行政区新潟市は、現在、8区の行政区で構成される。市役所をはじめとする姿勢の中枢機能は、中央区に置かれている。なお、各区には、イメージカラーが設定されている。色の選考は、区民アンケートや、専門家のアドバイスを参考にして、市民の代表特徴による、イメージカラー調整会議で決定し、 2007年9月26日に発表された赤、新潟駅、万代、小町を結ぶ都心軸江戸時代からの市街地小町新潟市の市街地近代以降の市街地万代、都心と位置づけられる地域は中央区にあり、品濃川両岸にまたがって所在する新潟駅周辺から万代を経て小町に至る都心軸沿線は市によって 新潟にキロメートルという愛称が付けられ、2021年2月現在、都市再生緊急整備地域指定に向けた準備が進められている。小町を中心とする、佐賀川は1655年の移転以来の、新潟の業務、物販、飲食などの複合的中心地である。古町2や本町2、西堀通りなどは、商業施設、 商店街などが集まる地区で、花町の時代から続く歓楽街もある。一方、白山公園周辺には、市役所や新潟県民会館、リュートピアなどの公共施設、文化施設が立ち並ぶ。新潟東地区は、古くからの市街地であり、かつ、大規模空襲を受けておらず、繊細復興都市計画が、行われなかったことから、モータリゼーションへの対応が、難しく。 新潟大学や新潟県庁の郊外移転、新潟島自体の人口減少、品野川・宇岸川の宅地開発などによる自然体の人口分布変化の影響もあり、商業機能をモズなど他の地域に譲りつつある。宇岸川のモズは、前述の小町、本町と新潟駅、モズ口のほぼ中間点に位置する地区である。大正末期の大川圧分水路通水によって狭まった。 信濃川の流路跡が埋め立て地として開発された地区で1929年に万代橋が現在の三代目橋梁に掛け替えられたのを端緒に都市開発が始まり戦後から本格的に開発が進められた1970年代前半から新潟交通の路線バスの運行協定に跡の再開発事業の一環で 隣接する八千台地内にまたがって、大型商業施設の集中する商業エリアである、モズ指定とモズ指定バスセンターが整備され、主に若年層向けの商業地になっている。新潟駅南口から鳥屋の方周辺にかけての地域は、新潟バイパスが開通した1970年代から都市開発が本格化した。新潟駅周辺のうち、 北側のモズク周辺は1958年の新潟駅移転後から開発が一気に進み、1964年の新潟国体までの間に急速に市街地化し、東大通を中心にオフィスビルが立ち並んでいたが、南口には当初駅舎に出入り口すら設けられていなかった。 1982年の上越新幹線開通に合わせ南口が開設されたのを前後して、プラーカ新潟の開業など、急速に市街地化が進み、商業拠点となった。2000年代になると2002年のワールドカップに合わせて、新潟市道弁天線や新潟スタジアムが整備され、その後4モール、新潟南、新潟県立野球場などが相次いで開業した。 小町から新潟駅、モズ口までの都心軸は、正谷工事、万代橋通りに沿っており、これらをつなぐルートで、機関バスの万代橋ラインが走るが、前述のように、新潟駅を境に、南北の市街地が別々に発展してきた経緯がある。ため若年人口の多い駅南側まで直通する、ことが困難となっている。このため、 新潟駅の連続立体交差事業とバス網や、機関道路の再編が行われている。なお、副都心については正式な指定はされていないが、新潟東側を、都心、右岸側を副都心と呼ぶことがある。また近年では、新潟県庁や国の合同庁舎を中心とする、新光町、三崎町地区に、行政、業務機能が集積しており、 こちらを副都心と呼ぶこともある。中央区と郊外とは、都市高速に準ずる設備を持つ無料のバイパスモードながれており、インターチェンジ近くを中心に、郊外型商業拠点が多数存在する。竜東橋上流川歩道から見た、新潟市の中心市街地。右側が小町、左側が万代。自然堤防に沿って帯状に形成される集落と、 砂丘地市域全般においては、干拓、寒殿化が開始される前の内陸部は、湿地が大半を占めており、過重地が限定されていたこともあって、地域各地の在境町や集落は、砂丘周辺や河川の自然堤防に沿うように発展した。しかし、干拓、寒殿化で内陸部の排水が進捗したことによって、湿電や小規模石湖の埋め立てが進み、後輩湿地も、 市街地下に当てられるようになったことなどから各地で宅地の造成が行われ帰宅の早津駅周辺などベッドタウンとなるような地域において住宅団地ニュータウンも建設されたこれらの経緯から地域に占める過重地の範囲は他の地方都市と比較して広くなっておりその面積は北海道別海町に次いで2位となっているまた新潟市は住宅地が 郊外に分散しているため、一箇所への人口集中は、それほど見られない。郊外部は、農地が多く、海岸沿いの砂丘地帯は、畑が多いが、前述の経緯から、内陸部は、水田が中心となっている。白根の定期四4.9のつく日に開催され、元六年間から続くと言われる。同様の六歳史は、周辺地域にも多く残っている。金星は、 在京町として近代以降は石油や鉄道の町として発展した新津郊外には河川周運の拠点となった在京町に由来する古くからの町場が多く分布し現在でも多くの地域で定期市が開かれていることや県内他地域と同様に商店街に元木または型持ち式のアーケードが多く形成されている点が特筆される新潟市内の地域は 新潟市都市計画基本方針において都心、地域拠点、生活拠点、近隣拠点、機能別拠点などに分けて指定されている。地域拠点は中央区と東区を除く行政区に各1カ所ずつ指定、生活拠点は各行政区に複数カ所指定されている。中央区、東区、西区を除く地域拠点と生活拠点は2005年の平成の 大合併において編入した市町村の中心地である。西木江新潟港の神経安政6年、井上文章筆1859年に二代目、歌川広重によって描かれた新潟の様子。市政志向から現在までの合併の経緯新潟市は1889年の市政志向以後、1914年に、 品濃川右岸の沼水町との合併をきっかけに、周辺地域と編入合併していったが、高度経済成長期以後は、合併がなかった。21世紀に入って、すぐ、黒崎町を編入。その後、周辺13市町村を編入して2007年4月1日に、政令指定都市に移行、行政区が設置された。市町行政機構財政新潟市の財政状況は、 2012年度の決算によれば、歳入は3576億円、歳出は3532億円となっている。歳入決算の主な項目の構成費は、地方税33%、地方債17.2%、国庫支出金12.9%、地方交付税12.7%、諸収入8.6%、 都道府県支出金3.4%などとなっている。また、歳出決算の主な構成費は、義務的経費が計43.9%、その他経費が計38%、投資的経費が計18.1%である。地方公共団体の財政の健全化に関する、法律に定める指標のうち、 実質交際費比率は11.3%、将来負担比率は113.5%であり、それぞれ早期券全化基準等を下回っている。財政力指数は0.70で、政令指定都市20市中17番が目の値となっている。衆議院小選挙区市議会新潟県議会2019年現在、衆議院新潟三崎合同庁舎一部の 行政機関に関しては、新潟三崎合同庁舎も参照。新潟中央警察署新潟警察署市内には、以下の通り、新潟県警察の警察署が9所ある。また、県警本部内に設置されている新潟市警察部が、市内9所の指揮監督や新潟市との連絡、調整を行っている。交番、駐在所については、各行政区の記事を参照。 新潟市消防局、中央消防署級庁舎市内における消防活動は新潟市消防局によって行われており、消防署が各行政区ごとに一所ずつの啓発所設置されている。各消防署については以下の通り、出張所については新潟市消防局消防署を参照。は、救急指定病院新潟市内には、県立追置館。 市立18館の図書館があるほか、美術館、博物館、水族館、植物園がある。動物園については小規模な動物関連施設は数箇所所在するが、大型動物を飼育する動物園は所在しない。市内には日本郵便が集配業務を行う郵便局が11局ある。市内にある集配局は以下の通り。新潟市には 1500カ所以上の公園が存在する。以下には記事のあるもののみ掲載。その他は各区の記事を参照。市内のインフラストラクチャー、ライフラインの整備状況について記載。新潟市内の固定電話には3つの単位料金区域が混在し、25.02500256の3つの市外局番が存在する。各 MA は 周辺市町村の全域、または一部を含み、MA 内の市町村とは、市内通話で利用できる。三つの MA の範囲は、以下の通り。新潟 MA は、1986年11月1日に、新潟県内で最初に、市外局番を3桁化した。電話番号の逼迫対策及び MA 内を、 市外局番をつけずに通話可能とするため、0252で0253、で 02537E02538E025385、タイの地域を 025CDE に統一した。また、ニーツ MA は1985年3月27日、マキ MA は1984年12月12日に市外局番を統一した。新潟県内には市外局番、 025を使用している地域が複数あるが、このうち市内局番200.300番台が、新潟 MA に割り当てられている。また、3桁か当時、市外からの天気予報番号であった、025から177を、025新潟 MA に設定するために、市内局番100番台も新潟 MA に割り当てられた。しかし、後から、県内で、新潟 MA 以外の、 025区域が発生したため、025から177では、新潟 MA としての識別ができなくなり、市外からの天気予報番号は、かつての、0252から177に戻された。この経緯から、2011年現在、025から177をダイヤルすると、かえつ、新潟地方0252から177、魚沼、南魚沼、10日。 小地方0257から177、上越、糸井川地方0255から177の各番号が通話料無料で音声案内される。なお、加入電話における各 MA 間の通話料金距離区分は、新潟 MA と新津 MA、薪 MA 間は、隣接区域、新津 MA と薪 MA 間は、20km 超 30km までの区分となっている。 地域の市外局番が3つに分かれて市外通話となるのは不便なため市外局番の早期統一化を求める市民の声が市長への手紙などへ寄せられることがある市としては市民からの議論が高まった段階で事業主体である NTT 総務省に要望していく旨を新潟市 HP 内市長への手紙で述べている2008年10月開催の秋幕を呼び 西館区自治協議会において電話市街局番の統一に関するアンケートを実施する旨の報告がなされ12月に新潟市企画調整課により電話市街局番に関するアンケートが実施されたアンケートの対象エリアは秋葉区と西館区のみこれは市街局番の変更による影響を最も大きく受けるであろうその区域の大半が 0250新津 MA に属す、秋葉区、及び、0256間 MA に属す西半区の住民の意見が重要で、あると市側が判断したため、それぞれ区において、一般家庭1000件、事業所1000を無作為に選び、両区の合計で4000件分のアンケート調査を実施した。調査の結果、事業所側において、市外局番を統一することに、 反対が半数を超えたため、市としては当面現行の通りとすることが適当と判断した。内訳としては両区とも、一般家庭では賛成が半数を超えたが、事業所では両区とも反対が半数を超えた。なお、アンケート実施前の新潟日報のインタビュー記事において市は、賛成が半数を超えたら、統一し、過半数に満たなければ統一しないということではない。 全体を見てから総合的に判断する。都市、過半数にはこだわらないと述べていた。だが、最終的には、半数以上が、反対ということを、判断根拠として、市外局番の統一を見送った。新潟市内に送配電を行う、一般送配電事業者は、東北電力である。地域内の都市ガスは、以下の事業者によって供給される。 公営ガス事業を実施している地域はなく、いずれも民営である。上水道市域内の上水道は一部を除き、新潟市水道局が排水を行っている。蒸気に突起した、以外の地域の排水業務はすべて、新潟市水道局が運営を行っている。下水道新潟市の汚水処理人口普及率は86.0%度末現在、である。普及率は、 都市部等の下水道設備や農村部等の集落排水施設が整備された区域の人口と合併処理浄化層の利用者数に基づくもので、新潟県内の全30市町村では22番目都会に一致する。このうち全人口に対する下水道処理区域内の人口の割合を示す下水道処理人口普及率は83.4%である。 新潟市の下水道事業は1952年1月、後に新潟島となる地域の東部から整備が着手された。1958年からは地盤沈下対策の一環として整備区域が拡大され、船見下水処理場は1964年5月から処理を開始したが、同年6月16日の新潟地震で壊滅的な被害を受け、 船見処理区の復旧作業は1967年春にまで及んだ。新潟市では、この新潟地震に加え、軟弱地盤という元々の立地条件から整備費が増大し、他都市と比較して、下水道網の整備が大きく立ち遅れた。市域内の下水道処理区は1970年代後半まで船見処理区しかなく、1979年の 新潟市の下水道処理人口普及率は14.8%と、当時の全国平均28.0%を大きく下回り、鳥屋の方の水質汚濁が深刻化するなどの問題を引き起こした。新潟市の旧市域と後の編入市域では1980年以降、下水処理場の新規整備が進んだ。また、新潟市では1991年、 下水道処理人口普及率の年間3%増加を目指した第7次下水道整備後可年計画を策定し、急ピッチで下水道整備を進めた結果、13市町村の編入合併前の2003年の下水道処理人口普及率は72.7%と、当時の全国平均66.7%を上回った。しかし、編入地域の一部には、 下水道の整備が進捗していない地域が残存している。特に南区と西関区の普及率は30%前後にとどまり、全国平均を大幅に下回っている。両区域は農地が多くを占めるなど、下水道網の整備が困難な地域が点在することから、市では集落排水施設や、 合併処理場化槽の導入なども合わせて検討し、市内全域の汚水処理化を目指している。中部下水処理場では2013年1月28日から処理過程で発生するメタンガスが主成分の汚で消化ガスを燃料にした発電システムを稼働している。新潟県内の下水道事業として、 初の発電施設で出力5 6 0ット年間総発電量約440万キロワットアワーを有し、同処理場の消費電力の約4割を賄うことができる。新潟市が所管する廃棄物処理施設は下記の通り。ゴミ処理施設廃棄物の焼却や選別、破砕などの中間処理を行う施設として下記7施設が設けられている。 廃棄物の焼却は、資源再生センターと、白根グリーンタワーを除く5施設で行われる。焼却廃等の最終埋め立て処分は、下記5施設で行われている。死亡処理施設市域内の死亡、浄化層で等の処理は、下記4施設で行われている。海外海外の姉妹都市等は、下記の通り。上記のように、寒日本海地域とのつながりが深く。 市内の案内版では、英語、中国語の他に朝鮮語、ロシア語表記のものが目立つ。また、韓日本海地域であることの他に港町であることや、サッカーフィファワールドカップの開催などの共通点がある。新潟市ガルベストンハバロフスクーラジオストクビロビジャン、なんとハルビンウルサンハル、新潟市の姉妹都市、友好都市、交流協定都市、友好交流のある都市、 新潟市ハバロフスクウラジオストクビロビジャンハルビン、ウルサン日本周辺の拡大図国内新潟市は2015年5月現在、国内には、姉妹友好都市として交流している都市は存在しない。ものの、県内外の多くの都市と災害時の事務協力や、観光遊客、文化交流などに関する連携協定を締結している。 新潟市長岡市三条市柴田市かも市つばめ五泉市阿賀野市佐渡市聖老町や彦村田上町新潟市が防災連携協定を締結している新潟県内の都市新潟市川崎市埼玉市前橋市高崎市仙台市島原市西条市釧路市墨田区静岡市福井市横浜市新潟市が防災連携協定を締結している 新潟県外の都市、新潟市佐渡市合津若松市、高崎市函館市横浜市神戸市長崎市京都市、新潟市が観光連携、文化交流協定を結んでいる都市。新潟市は1858年の日米、修好通商条約により、日本最初の開港地となった、いわゆる開港合港の一つである、新潟港を要するが、1993年から、 この開港後都市にあたる函館市、横浜市、神戸市、長崎市の行政関係者や市民団体が集い、まちづくり活動等に関して意見交換や交流を行うことを目的に、開港後と市景観ちづくり会議を開催している。この会議はご都市が持ち回り制で、各々5年おきに主催しており、新潟市は1997年、2002年、2007年、 2012年に開催地となっている。また、横浜市とは2006年、2008年夏の第34回主要国首脳会議の開催誘致を共同で行っている。両市は開港都市サミットとして横浜で首脳会合、新潟で閣僚会合を開催するとしていたが、結局開催地は北海道となり、新潟では 労働大臣会合が、横浜では、アフリカ開発会議がそれぞれ開催された。新潟市三保村月形町様二町剣町、編入地域における国内有効都市2005年の、編入地域に含まれる4町村が、国内各地の市町村と、姉妹都市を締結していたが、編入合併以降は、市の交流促進事業の一環に組み込まれ、 各地区ごとの交流事業として継承されている。両時間新潟市の市内総生産は2兆9682億円である。市域内は水田などの工作地が多くあるが、それら第一次産業の割合は1%程度と、全体を占める割合は低いが、米の生産量とチューリップ栽培が日本一の自治体である。第三次産業が、 全体の約8割を占め、次に第二次産業が約2割を占める。全国展開を行っている企業のみを記載。新潟総合テレビ本社ケーブルテレビ局に新潟市とその周辺は本州日本海側の交通結節点としての機能を担っている。鉄道では JR 東日本の上越新幹線をはじめ、 新潟県内の上越地方や中越地方、東北地方等々を結ぶ在来線の特急、快速列車が運行されている。道路交通では高速道路が新潟市を中心に北陸自動車道、万越自動車道、日本海東北自動車道が放射状に広がり、高速バスの路線もが県内外の主要都市とを結んでいる。特に県内線の高速バス路線は 市内中心部の繁華街や主要施設に直接アクセスできる利点を生かし各路線とも高頻度で運行されている。さらに国道、県道などの一般道路においても郊外を経由するバイパス道路網が発達しており市内外各地への移動や都市間輸送に大きな役割を果たしている。新潟空港は国内外各地に路線網を有し新潟港は 海上交通の要衝として、国際拠点港湾中核国際港湾日本海側拠点港の内総合的拠点港に指定されている。新潟空港東区の阿賀野川川口左岸側に位置する新潟空港からは、国内各都市及び東、アジア各都市とを結ぶ路線が就航している。新潟駅からバスで約25部の地点に立地し、市街地からのアクセスは、 比較的良好である。新潟県と新潟市では、国内線、国際線の路線網拡充をはじめ、県内外各方面から空港へのアクセス改善、航空貨物輸送の活性化など、空港の利便性向上を図る、活性化策を進め、利用喚起を行っている。地域には1858年の日米、修好通商条約では、 開港後港の一つとして指定された新潟港があり、本州日本海側の海上交通の要衝の一つになっている。特定港、特定重要港湾、日本海側の港湾として唯一の中核国際港湾に指定されているほか、日本海側拠点港のうち全国5港の総合的拠点港の一つに、部門別では国際海上コンテナと液化天然ガスの2部門の 拠点港に指定されている。新潟港は、中央区、東区の品濃川両岸を、港行きとする川口港湾の西港区と、北区、北間原郡西楼町にまたがる掘込み港湾の東港区の2港行きからなっている。東港区には、本州日本海側では、最大の取扱い個数を有する、国際海上コンテナターミナルが設けられており、西港区は、 佐渡帰船や新日本海フェリーの佐渡、北海道、鶴ヶ航路などが発着する。新潟市の観光入り込み客数は約1862万人で、都市型観光と祭事やイベントなどによる集客が全体の6割を占める。また、新潟県下越地域の観光入り込み客数の約61%、新潟県全体では約26%を占める。 新潟市の主要な観光地は、港に関するものが、新潟島や信濃川周辺に集中するほか、農業や自然に関するものが、平野部に分散している。以下に記述する、文化財や名所以外の観光資源に関しては、新潟市の教育美術館、新潟市の教育博物館、新潟市の教育動植物園、スポーツ、文化を参照。 県内外の都市との観光に関する広域連携については観光連携文化交流協定を参照。新潟市内にある国指定の文化財国の重要文化財に指定されている万代橋の前景、万代橋行祭事、イベント都市型観光歴史、文化温泉、健康自然スポーツレクリエーションかつては地域内にも遊園地が複数存在したが、 いずれも現存せず、最寄りの遊園地は、阿賀野市のサントピアワールドとなる。かつては、西区、寺尾の、新潟遊園や、中央区長方の、鳥屋のエンファミリーランド、道区将棋の、戸屋のレイクランド、道区八千代もずし邸の屋内型アミューズメントパーク、新潟ジョイポリスなどがあったものの、すでにいずれも閉園されている。閉園後、新潟遊園のうち、 寺尾の救援地の大部分は、市が所得し、チューリップ園やバラ園など、かつての施設の一部をそのまま活用した、寺尾中央公園となっているほか、戸屋のレイクランドは、新潟市産業振興センターの臨時駐車場となり、またジョイポリスは、商業施設に転換され、ビルボードプレイスにとなっている。他方、オイルショック等の影響を受けて廃業した。 ファミリーランドの跡地は宅地化され、王子の痕跡はほとんど存在しない。その他江戸期の新潟町は、北前船などの往来によって文化が流入し、音楽芸能が栄えていた。中でも盆踊りは一週間近くも踊り続けたと言われ、1843年に初代新潟奉行に就任した河村おさなりは、天の手振り絵巻物としてその様子を描かせた。 明治に入りその祭りは祭り禁止令によりなくなったが現在でも伝統芸能を含めた踊りを中心とした文化活動が盛んに行われている。また新潟市では新潟市文化創造交流都市ビジョンを策定している。メディアを再生する黒崎祭り花火大会の空撮映像付き型祭りで上演される各米自身新潟小歌を踊る。 小町芸儀神原祭りで奉納される、神原神社神楽新潟市における能楽についての、最も古い記録は、長岡藩三代目、藩主、牧野忠志月が1715年の新潟巡県の、際に、4月25日と29日の2回にわたって、白山神社で、才能したというものである。能楽は、 武家の部落であるとされたため城下町ではない新潟には愛好者が少なかったが、宝生流が盛んな地である藍津若松、金沢、佐渡が近いため、新潟も宝生流の影響を強く受けていたとされる。新潟市における日本舞踊は幕末に資産流三代目資産七十郎が新潟を訪れて流儀を広め、慶応二年に、 新潟出身の門弟である資産七十世が三代目、家元を継いだことから始まる。その後、大正元年に、藤間流の名取となった、藤間小藤が、大正三年に帰郷してからは、一山流と藤間流が、新潟の代表的な流派となった。戦後になると、坂東流や、下流流などの多流派が活動を開始し、1947年に、 新潟市法学舞踊協会が発足。1951年には、新潟市芸能文化協会が発足し、一般大衆の中に溶け込んでいった。新潟市では、以下の流派が活動を行っている。小町芸儀の踊り中央区には、江戸時代中期に、大阪で創立した一山流の舞踊を、孫、絹田などの伴奏によって踊る、小町芸儀が、現在も残っている。 これは、明治以前の旧来の港町である新潟町が、港に集まる、船乗りたちの相手をする遊郭で栄えていたことに、始まる。明治以降に遊郭と花町が分割され、芸儀による芸事のみで客を接待する小町が、形成され現在に至る。新潟市における西洋音楽は、1871年に、群馬市販学校から新潟高等女学校に、 不任した斉藤正直が1919 19年に木更木会音楽研究所を創設したことから始まる。その後の1924年に新潟県発の根性合唱団木更木合唱団が創設され、1931年に還元楽団である新潟公共楽団が設立された。かつて原子域内の映画館は、 中心市街地の中央区小町周辺をはじめ湖南区、亀田地区、秋葉区に伊津地区、西区内屋地区、西館区間地区など郊外にも所在していた。だが、郊外の映画館は映画産業の車用化が顕著となった1960年代、後半から次第に閉鎖が進み、さらに中心部の映画館も老朽化や集客力の 低下などの問題から1980年代以降に相次いで閉鎖された。それに代わって1990年代中盤からはシネマコンプレックスが数多く進出。現在は大手によるシネコン4館と単館系1館の警護館が営業を行っている。笹団ごたれ活動ルレクチエプロスポーツチーム新潟スタジアムでアルビレックス新潟の試合を 観戦するサポーター2001年に竣工した新潟スタジアムは J リーグアルビレックス新潟のホームスタジアム。2002年には 2002FIFA フフワールドカップの開催地となり日本側の開幕戦が行われるなど3試合が開催された。その後も J リーグオールスターサッカーや日本代表戦などが開催されておりサッカー以外にも陸上競技や ラグビーなどのスポーツをはじめ、各種イベントが行われている。また2009年に竣工した新潟県立野球場は、建設構想から約20年の右予曲折を経て、完成した野球場で、BC リーグ、新潟アルビレックス BC が月に1の2回、ホームゲームを開催する。また、同年以降、プロ野球公式戦が開催されているほか、2010年には、 オールスターゲーム第2戦が開催された。本州日本海側の都市で、オールスターゲームが開催されたのは1996年の富山市に次いで2カ所目。アマチュアスポーツチーム球技アニマルスポーツスポーツ、大会毎年開催されている、スポーツ大会過去に開催されていた、スポーツ大会スポーツ施設新潟スタジアムと、県建の球場は、中国西五郎、長方にある、 新潟県スポーツ公園の園地内に所在する。同公園は2009年秋開催の国民体育大会、ときめき、新潟国体と全国障害者スポーツ大会、ときめき、新潟大会に合わせて整備されたもので、同国体、大会では、それぞれ11競技が市内各地で実施された。前述の県立の球場の他に、市域内には、 公式野球で使用できる私有の野球場が6球場、ある。このうち9市域には、中央区女池南の鳥屋の運動公園野球場と、西区小針の新潟市小針野球場の2球場があるが、いずれも地区40年以上を経て老朽化が進んでいる。市では、編入地域の合併建設計画の一環として2カ所で、 新たな野球場の整備事業を進め、西区、遺体の緑と森の運動公園野球場は2011年夏から、南区、牧野新潟市白根野球場は2013年4月から、共用を開始している。中央区将棋に所在する新潟市、アイスアリーナは、2014年2月1日に開場した、国際競技企画のリンクを要する、屋内型スケートリンクである。 1980年代、市内には一時2カ所のスケートリンクが所在したが、唯一の施設となっていた、中央区南、笹口の新潟アイスリンクが2003年に閉鎖されて、以降、下越地方のアイススケート競技関係者は、柏崎市や上越市に所在する、冬季営業のスケートリンクのほか、シーズンオフには、練習環境を求めて、 県外の梅雨年営業の施設へ足を運ばざるを得ない状況が長らく続いていた。新潟市では市民や競技関係者からの要望を受けて2011年秋中国小規時内の新潟市民病院に隣接する私有地を建設地としてアイスアリーナの整備事業に着手し2014年1月に竣工。事業には民間事業者に施設の設計、 建設、竣工会場後の運営管理を一括して委託するデボ、方式が用いられている。その他1950年11月30日、定例市議会で名誉市民条例が可決。翌年から制度が発足した。昇華、大和田武木作史の鉄道昇華では、 第四週北陸編において新潟は5番を裂かれて歌われている。日本海側の都市で日米修行通商条約における開港指定後、校に認定され大きく栄えていたことなどが関係しているとみられる。なお、歌が作詞された当時は新潟駅は存在せず沼水駅がこの地のターミナルになっていた。映画小説絵本漫画アニメーション歌謡紙発表その他。 ありがとうございます。